も鍋ですという感じで鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラブペッツ、ペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラブペッツレディオではペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談ありハプニングありのペットラジオぜひご拝聴ください。URL は http://shingaemon.client.jp/。河村製作所。大丈夫か二人とも。インターネットラジオドラマテンペスト、河村製作所ラジオ館にて好評公開中。世界を救うか。レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。ということで、暑い夏、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。レディオジャム、ウィワナビワナワン、7月もですね、23日になりまして、梅雨も明けました。東京からお届けいたします、石坂でございます。ということで、今回から7週にわたりましてレディオジャム久しぶりに、昔のレギュラーのような、ぶっ続けの毎週更新でお届けしていこうと思います。インザグルーヴスーパーノヴァ夏スペシャルということで、夏に聴きたいあんな曲こんな曲を特集してお届けいたしますけれどもね。ということでバックの音は夏だということで、久しぶりです。3年ぶりぐらいに詳細を BG を用意しております。でね、この詳細ですね、今これ、左側のチャンネルに、左側の、チャンネル1番に入っている、iPod 10GB 持ってるから出力してるんですが、右側のチャンネルにもですね、iPod が繋がれておりまして、こちら側にはですね、iPod 30GB モデル iPod Photo が繋がっておりまして、これ右と左両方同時にね、こう詳細の音が出せるようになっておりますなんと豪華な詳細環境という、ちょっとね、1番の、チャンネル1番の方の詳細絞っていただけますか。はい。ね、チャンネル1番の詳細。これ、音ないですね。じゃあ、チャンネル2番の方から詳細お願いします。これがチャンネル2番の詳細ですね。全くわかりませんけど。で、ここにですね、チャンネル1番のですね、詳細の音をちょっと重ねていただきましょうか。はい、どうぞ。わかるかな？今2台の iPod からですね、出ている詳細の音がこう iPod DJ をしてるわけなんですけどもわかるかな。砂浜のこのなんていうでしょう、この波打ち際のバーン、もうちょっとタイミングずらしてみようよ、2番の方を、頭に戻しましょう。あ、ブツッと切れましたね。これが2番ですね。わかるかな。あ、わかんないね。それじゃあですね、別の音を混ぜましょう。この、なんつうんだ、生でやってる感じがどうでもいいですけど、じゃあですね、近くで鳴ってる雷の音を混ぜています。どうぞ。お、雷が来ましたね。これ iPod DJ。おぉ、おぉ、夏ですね。ね、今、海辺で今雷が鳴ってる感じがわかりますか？ということでですね、そんなことで、ちょっと真夏な雰囲気をこう、なんて言うんでしょう、スタジオの中でやってるにもかかわらず、真夏の雰囲気をちょっとお届けしながらですね、おお、落ちた落ちた落ちた、今日もお届けします、レディオジャム、イワナビーワナンバーワン、それじゃあですね、もういいや、雷、雷すごい音鳴ってますね、意外と雷すごい音鳴ってますけども、それじゃあですね、インザグルーヴスーパーノヴァ、お届けしましょう、ですね、曲の方はですね、今週から7週間、9月の何日まででしたっけ、9月の第1週ぐらいまで、ずっと毎週毎週違うアーティストの曲を1曲ずつおかけしていくという形になっておりまして、今週はその、なんていうの、トップバッターといいますか、とにかくスーパーノヴァ時代が去年の10月以来ということで、何ヶ月ぶりですか？ 10ヶ月ぶりぐらい大体。ね、もうちょっとで8月ですから。ということで、レギュラーでやったところから考えると、なんと1年8ヶ月ぶり。ね、インザグルーヴスーパーノヴァ、楽曲紹介でございます。ということでですね、曲の方は、今ちょっと曲を準備しております。
ね、だから言ったでしょ、 iPod でその雷なんか鳴らしてるから曲の準備ができないんですよよし、これだということでですね、聞いていただきます曲は、まあ、この番組レディオジェム You wanna be your number one とございますが、アーティストの名前はジャマ&ネストというアーティストの曲でございますちょっと潮さえうるせえ音下げてくださいね、聞いていきます、ジャマ&ネストで、シュガーハニーという曲を聞いてください。ということで聞いていただきます。レディオジャム今並び今並び久しぶりのインドグループスーパーナンバー21世型アーティスト発掘企画でございます。ジャマンドネスト聞いていただきました。ジャマンドネストのシュガーハニーという曲なんですが、昔だったらここでアーティストプロフィールっていうのを読んでるところなんですけれども、ございませんので、まあない分曲を長めにかけて、みんなで楽しんでいただいたということですね。
ということで、ウェブサイトの方にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてください。ポッドキャスティングで聞いてる人にはチェックのしようがないんですが、まあ、そこら辺は8085のウェブサイト www.8085.go.jp こちらの方を見てですね、ポチッとなとリンクをクリックしていただければと思います。ということで、レジェンドウェナビーはナンバーワン、7月23日久しぶりの一発目、アーティスト紹介インタビューグループスーパーノーバーは、ジャマンズネストのシュガーハニーという曲をお届けしたということになっております。ということで、一旦お知らせの方に行かないんですね、このままエンディングの方です、このままエンディングということで、とりあえずですね、こんな感じで、今回皮切りにボン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 と7本、9月の頭まで久しぶりにですね、レディオジャム言わないビューアナンバーはお届けしていきますので、ぜひぜひ、お楽しみいただければなと思っております。ということで、来週もまた何かかかるのかな、パソの中に入ってるんですが、バイオ SR を立ち上げまして今、スリープしたったら立ち上がりました。来週7月30日からのオンエアではですね、ナオキザプラチナムシングというアーティストのベイビーラブナオキザリミックスという曲をおかけいたします。これがちょい、このインスタグラムスーパーノバっていうのはですね、J-WAVE を目指そうというのが、3年ぐらい前に掲げたテーマでございました。もっと前かな、2002年だから最大3年ぐらい前ね、J-WAVE を目指そうと裏 J-WAVE を目指そうというようなテーマでやっておりまして、まあ、J-WAVE の方がその後かなり AM 化してしまいましたので、まあ、我々の方が本拠で行こうともう一回わかんないこと言っておりますが、ね、とりあえずそんな感じで、まあ、誰しもかね、かっちょい曲をかけています。で、来週が、だからそういうふうに、ナオキザプラチナムスティングさんのアーティストの曲。そして、その次が、ズラダダダッといっぱい読めないぐらいの数がありますので、もうまあ来週からもお楽しみいただければ。もう来週からもですね、聞き逃せない、レディジム・ユアナ・ビューアナンバーワン。ぜひぜひ来週からもよろしくお願いします。ということで、私的にはですね、8月の16日に論文の締め切りがあり、現在 Java Quick Reference の初版をなぜか読んでいるという、そんな感じの近況でございますとりあえず、また来週もですね、iPod 交換音ミックスをやろうと思いますので、今週なかなか雷と、ね、砂浜の潮騒の音なかなか良かったので、また来週似たようなことになりますので、お楽しみに。ではまた来週。